やらかした。学校の屋上、基本立ち入り禁止になっている場所の隅っこで、アンは膝を抱えて小さくなっていた。やってしまった。あんなことを言って、もうあの作業部屋は今まで通りの関係でいられない。自分でも驚いていた。あの作業部屋はアンにとってどうしても必要な場所だった。なのに、どうして崩してしまうようなことを言ったのか。日向かあやめなら何も言わなかった。むしろどちらかと早くくっついてくれたら余計なことを考えなくてもいいのにとも思っていた。純子でも何も言わなかった。自分のことを助けてくれた大恩人だ。幸せになってほしいと思う。根が変態だけど蓮なら大丈夫だろう。十和子だったら。それは最近ずっと考えていた。今でこそ友人のような関係だが、それはアンにとって少し違う。トスト和子は成功者で、自分よりもできるやつで、負けたくない相手だった。行き違いからの誤解が解けた今でも、それは何も変わっていない。そんな十和子が蓮と付き合うとしたら、自分はどう思っただろうか。いや、今はそうじゃなかった。1年生の3人だって嫌いじゃない。ちゃんと相手をしてくれるし、変な噂だって流さないいい子たちだ。そう、いい子なのは分かってる。なのに邪魔みたいな真似をした上に勝手に押し付けた。もうやだよ。アンは一人膝を抱えて泣いていた。こんなところにいたら日射病だか熱射病で倒れますよ。屋上に上がって隅っこを探したら、想像通りに膝を抱えているアン先輩を見つけることができた。うわぁ、なんでお前。なんでって、心配だったから探しに来たんですよ。アン先輩見つけた。こっちはなんとかする。はいはい、それじゃああとは任せたからね。泣かせちゃダメだよ。もう泣いてる。俺を見てまだぐずってるアン先輩が落ち着くのを待ってる間、探しに出ていたヒナとアヤにもメッセージを送る。ごめん、ごめんな、変なこと言って心配までさせて。うち本当ダメな3年生だよな。アン先輩はもともとしっかりした人だと思ってないから今更です。だよな、1年も呆れたよな。いつもみたいな開き直った返事もなく、メンタルがそこに沈んでいく先輩。1年との話は後ですればいいです。何もしないでなーなーで済ませたりしちゃダメですけどね。そうだよな。本当ごめんな。1年はどうしてる？とっさんと作業部屋で待ってます。アン先輩に悪いことしたって言ってましたよ。なんで？空気読まないでめちゃくちゃにしたのはうちだろ。1年生の邪魔してあんな。その辺は七瀬と話してください。俺が言うことじゃないです。七瀬はちょっとアン先輩を煽ったなんて言ったけれど、それだけじゃない気がする。でも俺がそこに口出しするのはやっぱり違う気がしていた。ただあんな心配かけるように出て行ったのは反省してください。またぐずぐずと泣きながらうなずく先輩。こっちが悪いことをしてる気分になってくる。だってうちが邪魔したから。1年生あの部屋だって後輩も。落ち着いてください。話はちゃんと聞きますし待ちますから。いいよ、うちのことなんてほっといて。それほっといたら解決するんですか？
適当にどっか行くから後輩たちにこれ以上迷惑かけられないし。そうやってどっか行かれる方が心配になるんですけど、だいたいそれで見ないふりしてそれで片付いた気になるの気のせいですからね。何一つ解決してませんからね。置いてかれた方は気にし続けるし、時間を置けば置くほど話もしづらくなるし、そう簡単に許してもらえなくなりますよ。俺を見てればわかるでしょ。思わず渋い顔になってしまうのをアン先輩が涙目で見上げてくる。俺、ひなとあやにまだ許してもらってませんからね。経験上こういうのは早いうちにはっきり腹割って話した方がいいって学んだんです。後輩はちゃんとしてるな。うちは全然ちゃんとしてない。まあそうだよな、ちゃんとしてたら友達ももうちょっといるよな。今のアン先輩はこれまで見たことがないくらいに落ち込んでいた。うちが好きだったなんて言ってごめんな。心配もかけて1年生をほっといて探させて、うちがいなければよかったのにな。アン先輩がいないと困るんですけどね。そもそも先輩が行き倒れてなかったら菅野先輩とも会えなかったし、作業部屋だってあんな早く使いませんでしたよ。こんな言い方じゃダメだ。アン先輩が必要なのはそういう意味じゃないし、向こうも納得しない。もう少し落ち着いてから言おうと思っていたけれど、俺はもうここで言うしかないと密かに決意した。そもそも好きな人にいなくなられるのはきついです。でもうちなんてあと半年もしたら卒業するし。好きってのは彼女にしたいって意味での好きです。そんな友達とかお気に入りみたいな意味じゃないです。なんでだよ。膝を抱えたまま驚きもしないし、こっちも見ない。お前はそういう話しないからよかったのに。そうですね、アン先輩はモテますしね。それでクラスでの扱いがグズグズになったって聞いてますし、気を使って言わないようにしてましたけどね。それでどっか行くなんて言われたら話は別です。そもそもさっき七瀬の話に割り込んできたのはどっちですか。こっちだけど。アン先輩がこういうことに興味ないなら俺から言う気はなかったです。恋愛とか恋人、男女の関係というものにいい思い出がなかった人だから。アン先輩を追いかける前に七瀬にもちゃんと俺が好きなのはアン先輩だからって言ってきました。バカ、お前何言ってんだよ。そんなことわざわざ言って。ちゃんと言わない方が悪いでしょ。なんでうちなんだよ。お前女の趣味悪いぞ。周りが何と言っても俺はアン先輩がいいです。なんで双子じゃないんだよ。大事な幼馴染だけど、多分俺たちが相手に求めてるのは恋人って形じゃなくてもいいんですよ。恋人でもいい、でも恋人じゃなくてもいい。なんでだよ。うちが彼女なんて、そんなのお前絶対良くないよ。どんな噂されるか分かったもんじゃないぞ。陰口叩かれてるってのはアン先輩を諦める理由にはならないですね。だからどうしてうちなんだよ。こんな空気読めなくて、友達いなくて、普段からだらしなくて、後輩たちに面倒ばっかかけて、普段から模型ばっかりいじってて、引きこもりでバイト代も全部趣味に使ってて、背も低くて全然年上らしくなくて。全部知ってます。俺が肯定すると先輩が歯をグッと噛んだ。やっと沈みっぱなしだった沈みっぱなしで自分をダメだと言い続ける状態から少し戻ってきてくれたみたいだ。アン先輩は美人、いや可愛い上に
あざといくらいだらしないし、胸大きいし、一歩間違えたら男をたぶらかす魔性の女ですよね。魔性とか似合わないからこそやばいとかとっさん言ってましたけど、菅野先輩も無自覚で天然物の渓谷の美女とか、1年生もサークルの姫とかクラッシャーの素質があるとか好き放題言ってたのを思い出す。否定はできない。もうちょっと自分の見た目に自覚があって自重したり全部手玉に取ったりしてた方が良かったとは思いますけど。お前好き放題言うな。今までそんなの言ったことなかったのに。言わないとアン先輩がなんでって言うからですよ。いいですか、俺はアン先輩のことをずっとエロいし可愛いしそういう目でも見てました。これでさっきの言葉を撤回されたらその時はその時だ。どうしようもないところも知ってます、いいところも知ってます。見た目とか体目当てかって言われたらそういうところもあります。俺は今まで1年以上一緒にいてアン先輩を見てきてそれでちゃんと好きなんです。なんでだよ、うちじゃなくてもいいだろ。どうしてお前がうちみたいなどうしようもないやつ選ぶんだよ。考え直せよ。アン先輩が嫌だって言うなら頑張って諦めます。体をかがめて涙を拭く。泣いてたせいで顔中がぐしょぐしょになってて目元も赤くなってる。なんだよ呆れた顔して。あんまり顔見るなよ、恥ずかしいから。恥ずかしそうに困ってるアン先輩を見て自分でも普段とは違う衝動が湧き上がっていることに気づいていた。そのまま衝動的に俺はアン先輩にキスをしていた。はい。唇を離すと驚いた顔で俺をじっと見る。そしてボロボロと目から涙をこぼし始めた。すみません、泣かせたかったわけじゃなくて。違う、キスされたの嫌じゃない。そうじゃなくて、なんで本当に口なんだよ。バカ、もっとまともな相手いくらでもいるだろう。うち絶対迷惑かけ続けるし心配させることばっかだって。泣きながらアン先輩が俺の体に手を回して抱きついてくる。お前がうちのこと好きだなんて、本気ならうちだって好きでいいんじゃないかって諦められないじゃないかよ。勝手に諦められる方が嫌なんですけど。バカ、むっつり、よまた女の敵、女の趣味悪い、苦労症、貧乏くじ、ひどすぎや下手。俺に抱きついて泣きながらなじってくる。お前絶対後で双子に怒られるよ。七瀬たちにもちゃんと怒られるよ。女の趣味最悪ですねって。ダメですかね。それでうちを選んだんだから、ほんと絶対後悔するからな。うちも好きだよ、バカ、もうバカ。泣きながら抱きついてくる先輩を落ち着くまであやすように抱きしめ返していた。まだグズグズとしゃっくりのようなおえつが残っているけれど先輩が泣き止んだ。そして俺の横に座って腕を抱えながら体を預けてくるけれど口を尖らせて拗ねたような顔をしていた。なんでそんな納得してない顔してるんですか。納得してないからだよ。自分の好きな男が一番めんどくさい女選んで嬉しいわけないだろう。冗談でも照れ隠しでもなく心底納得いってない様子でしょげていた。大体泣いてるうちのところに
お前が一人で来た時点でずるいし、都合良すぎるんだよな。ストーカー？想像通りの場所にいましたし、それを当てることがそう言われるならそうなのかもしれませんけど、アン先輩走っても足遅いというか、長い間走れないし、靴あったから学校からは帰ってなかったのは確認しましたけど、泣いてるところを間違ってもクラスの誰かに見られたくないでしょ。だったら普段立ち入り禁止のところに行くと思って、ついでに下駄箱のところでアン先輩が上に走っていくのを遠目に見たと偶然会った白井に教えてもらったのもタイミングが良かった。そこまでうちのやることが読まれてると自分でもどうかと思う。偶然の部分も割とあるし、一発で見つけたわけでもないですしね。結果的に見つけられただけで何箇所も空振りした結果だった。というか、うちのどこがいいんだよ。背が小さくて胸大きくてメイド服も着てくれる年上の可愛い先輩なんて生き物、それだけで好きになってもおかしくないでしょ。顔を真っ赤にしながら抱えてる俺の腕に爪を立ててくる。妹の本みたいなこと言い出したな。性格の話とかするとアン先輩は自分なんかって言うんで否定できない見た目の話をしたんですけど、メイド服は仕事で着てるだけで後輩のために着てるわけじゃないし。頼んでも着てくれませんか。お前、レン君のそういうところが悪い方に出てる。ヒナみたいなこと言い出さないでください。つまり体目当てか。普段から面倒かけてるし、うちが返せるのなんてそんくらいしかないけどな。体だけみたいな風に思われると困りますけど、アン先輩の見た目もちゃんと好みですって言ってるじゃないですか。興味ないとかそうじゃないとか、調子のいいことは口が裂けても言えない。じゃあちょっと手出せ。言われた通りに手を差し出すと、アン先輩は俺の手を取って自分の胸に押し付けてきた。ん？手のひらに制服と下着越しだってわかるのに、それ以上に沈み込むようないっぱいの弾力が来る。アン先輩？いつも見てたのは知ってるからな。いくらお前が好きって言っても、うちが不安というか、お前が誰にでも優しいのが悪いんだからな。